本物の元力士くん知ってたよ。ごちゃんこ、ね、私と身長一緒ぐらいだね。確かに、ごっちゃんこと申します。ごっちゃんこ、野生の力士としてもう日本相撲協会に変われずに自分だけで路上相撲といって世界各国回ってます。うん、昨日ね、私の知り合い さ革のジャケット着てる人と写真撮った、相撲撮ったでしょ。撮ったと思います、うん、配信者の方。うん、配信者の人、配信者の方多いですね、なんか、まあ、ここ歌舞伎多い。うん、なんでもまださ若いでしょ。まあそうですね。ね、ひらがなでごっちゃんこで検索、ごっちゃんこ。いつもね親方がね、はい、ね沖縄に行ったら、えここまでこんな遠いところまで来てくれたのありがとうございますっつってさ、親方、はい、うん、まだ定年行ってないからね、あの人相当さ出世早かったと思うよ。うん、まだいるもんでね、私のね昔のあれ、さ番付表、じゃほらあるじゃん、パンフレット、はい、あれに昔の、ね、サインしてもらったの。おうおう、これ持ってるんだ、大事に持ってますとか言ってて、はい、あマネージャーですか。あ一緒にやってんの。そうです。うん、かわいい顔してる。働いてないで これでやってんの生活。まあそうです、これで仕事。じゃあちょっと相撲取ろっか。はい、そうそう、ちょっと待って、あすいません、これで撮影してもらっていいですか。カバンも、すいません、例ですね。ナイストレンジ、ありがとうございます。挑戦走るのです。ありがとうございます。今のはイージーノーマルですね。皆さんよかったらイージーノーマルハンドやるんで、回し初めて掴んだわ。あ私通常相撲女子なんですよ。そうなんです、だから詳しい。そう、そうね、もっと親方と仲良しだったから。ありがとうございます。じゃあ、ね、少ないけど、これ、ありがとうございます、こちら、ぜひ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 、ここで待ち合わせしてんのよ。そうなの、ペニー来ないし、
あ、疲れた。手に来ないし。1000円あげたよ。気持ちの問題でしょ。相撲取れないからね、元力士とさ。ペニうん、私の方が背高かったね。ね、うん、もう引退しちゃったけどね。でも本当一生ないよ、これ録画残しとこう。遅れるんだったらさ、遅れるってさ、連絡来いよ、ペニー。ホスト行かないよ、ペニーだ。書いてあるじゃん、ペニーと待ち合わせって。相撲の人は何？いや、引退したんだよ。引退して YouTuber になってるんで、チャンネル登録してるんです。